あれ日本語で喋りました僕ら。英語の方が多かったよね。英語の方が多かったですよね。俺はちょっと喋ったけど、多分ここの会話はほぼ英語のやつでした、ね、僕はもうすごく苦労しました。なんかその頭の中で変換する作業というか一つ増える感じがして、毎回ドキドキしながら撮影には挑んでたんですけど、英語の先生も3名ぐらいいらっしゃって、徹底的に指導してくださったので、はい、助けていただきましたし、でも社長君はペラペラなので、うん、すごい憧れました。僕のメニューを頼んでる時にかっこいいなと思って、人のメニューをかっこよく頼んでるなと思って、だから英語やろう英語やろうって常に思ってるんですけど、やっぱこうね英語喋れる方見ちゃうとすごいやっぱ羨ましいなと思っちゃいます。確かに英語話す役は今日初めてですね。でもなんか意外と違和感なくやれたというか、なんかそのまあ僕も普段から話してるってこともあったんですけど、でもなんかやっぱそのお芝居でその英語でそのなんていうんですかね、ちゃんとセリフ喋るっていう経験がなかったんで、まあ、難しかったですね。なんかただ読んでるだけになっちゃうんじゃないかっていうのと、あとその客観的に自分を見れなくなるので、これセリフを言うことに必死になってんじゃねえかなって疑心暗鬼になることが結構ありましたね。片言風の方がむずくないですか？難しかった。ただそのどの程度日本語を片言にして、その英語、俺はもう発音よくするしかないんですけど、そのバランスをそのビビアンさんと3人で会って決めようと監督にご指導いただいたので、なんかその現場の空気というか見て、そのどういうふうにしたらいいんだろうということを決めていったんですけど、片言でやるってすごく難しいんだなと思いました。でもなんか僕見た時に、これ結末予想できる人日本の中にいないなと思いましたね。そうね、わかる。今までも結構ストーリー展開的に点三点して想像つかないところあるけど、はい、今回特に僕もそれを感じたかもしれないですね。わかんないですよね。なんかどんでん返しの、またその先もあるじゃないですか。そう。だから台本1回読んだだけでちょっとわからなかったところがちょっとあって。僕全然わかんなかったですね、台本。そして最後の最後にね、またそうなんですよ、おっというところがあったりして、はい、だからびっくり、ちょっと一瞬も気を抜けない感じになるよね。間違いないです。なんか結構今回もやっぱり豪華だったじゃないですか。豪華でしたね。キャストもですし、ロケーションも豪華でしたね。なんか自分が参加するってなった時に、正直なところやっぱり不安はあったんですけど、はい、でもねやっぱり白浜くんとね、はい、一緒に兄弟でそうですね、ビビアンさんもいて、すごく僕は助けられましたね。そうね、ビビアンさん距離の縮め方がねうまいよね。マッハでしたね、マッハ、ね、距離の縮め方すぐご飯行こうよ、早かったんですよね、だからその関係性をビビアンさんが引っ張ってくれて、いいチームワークになったんじゃないかなと、すごく思いますね、はい、ぜひご覧ください。